天候が微妙な岡山国際に向かっている途中に余計なことをしております。最近の車に乗ってる人は分かると思うんですけども、まあ、メーカーによります、車種にもよりますけれども、標識を読んでくれるんですね。40キロと止まれとかね、ね、こうやってメーターそれをちゃんと読んで表示してくれる。興味深いのはここからです。アイオイのワインディング、怪奇現象。その怪奇現象は峠を越えると起きるんです。出た、県道95線の90を拾って制限速度90キロの表示をしてしまうと。で、制限速度90キロって多分日本に設定されているところないと思うんで、なんか似たようなの見たら勝手に当てはめるんではなくて、実際に数字を読んで決めてると思うんですよね。じゃあそれがどうしたんだと言うと、誰ももちろん90キロ制限だって言って90キロ出すやつはいないわけですけども、これから自動運転の時代っていうことを考えるとすごいおっかないなと。今 50m の看板があるけど、じゃあ50キロになるのかったら、まあ基本的になんないんですよね。ちゃんとその辺は判別するようにはなってるんだけど、まだまだそういうことも起こりうるよと。じゃあ備前方向に行ったら368キロが出るのか、なんてバカなことやってる。検証してる時間はないので、サーキットに向かいます。何が言いたいのかというとですね、自動でいろいろやってもらえることになっているからといって人間の思考を停止するなよっていう話です。